はい、2番目、太田静江さんです。私、はいとか言った方がいいですよね。はいって言ったらセリフ言ってもらった方がいいですね。あ、そうです。今なんかお客さんがいつ入るんだろうみたいになっちゃって、すいません。じゃあ、行きたいと思います。大丈夫ですか？はい、行きます。3、2、1、はい。違う、待って、こっちから、こっちから歌丸さん、すいません、はい、はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、じゃあ、スタートお願いします。はい。話があるって言ってたけど、何？ちょっと座ろうか。座る。お、新しいの来たの。仕事大変相談だね。まあね。この間怪我しちゃったしね。大変だね。まだ忙しいかな。まあ最近現場を一つ任されたからね。いや私もね仕事がうまくいってるんだけどさ、ちょっと仕事任されちゃってね。今度。転勤するんだ。あ、そうなんだ。うん。この話っていうのは、うん、一緒に転勤先まで来てくれないかなってことなんだけどさ、ほら、仕事が好きなのとか分かってるからさ、なんていうのかな、邪魔しないよ。一緒に住んでもさ、なんか一人でいるために私協力するし、一緒にいたい時は一緒にいれるように、とにかく生活に入り込まないようにするから一緒に来てくれないかな。今のままでよくない？今のままじゃダメだから相談してるんだけど。なるほど。ああ、じゃあ僕は君の転勤先から今の仕事場に通うってことだね。ああ、そうなるよね。なるほど。でも、一緒に住みたい。わかりました。前向きに検討させてお願いします。いいのこれ。冷たいよ。そしてね、今ちょっと多分残りの女子勢がみんな思ったけど、思ったより手強いな。